津田梅子は、明治時代に日本の女子教育に尽力した女性です。1864年に江戸で生まれ、1871年25歳でアメリカに留学しました。帰国後の1889年に女子英学塾現、津田塾大学を創設し、日本初の女子大学の礎を築きました。梅子は、女性が自立し、社会で活躍するためには教育が必要であると信じ、女子教育に生涯を捧げました。梅子の生涯は、女性の社会進出の歴史であり、日本の教育史にも大きな足跡を残しています。